ホークスの先発牧村大成、その立ち上がり、まあここはランナー出てサードゴロですが、ここでセカンドベースカバー遅れました。ランナー残ります。で、ツーアウトランナー二塁でバッターは磯村が詰まりながらもセンター前に落として、これがタイムリーヒット。カープが1点を先制します。その後林がここはしっかり捉えました。ライトオーバーのタイムリーツーベースヒットになります。この後に磯村ホームに帰って2点目、2対0、カープが先制です。カープ先発は滝田、まあ、初回ランナー2人背負ってピンチを迎えます。広瀬はここは打ち上げて、ライト川村がここは取ってのファインプレー、0点です。滝田も抑えます。3回の表ランナー3塁1塁で、ここは林が逆方向にうまく持っていきました。3連打でこの回1点を追加してカープ3点目に入ります。まあ、その後ワンアウトランナー満塁となったところでピッチャー中村亮太がマウンドに上がります。まあ、この引き付け見事でしたね。いや、素晴らしかったですね。中村健人をここは浅いセンターフライで磯村が動けません。これで2アウト、中田もこのボールで三振と、見事にこのピンチを出します。さあ3回の滝田のマウンド、ランナー置くんですが、ここは笹川をレフトフライ、続く峰井も打ち上げてセンターへのフライと0点に抑えます。この峰井選手の前に少し足がつったんですよね。ですね。さあ5回です。カープはピッチャー4回から高橋光也をマウンドに上がって、ここでランナー置くんですが、ダウンズがファーストファールフライ、笹川はセカンドゴロでランナー二塁三塁に進みます。峰の打球はいい当たりだったんですが、前から飛び込んでボールを取りました。セカンドライナー、これが振りましたね。やばくて来ましたよ。はい、ここは得点なりません。7回、6回からホークスは桑原拓也マウンドに上がってランナー二塁に背負うんですが、林を三振、さらに代打佐藤健介も三振と、しっかり抑えました。8回の表、カープ風間球太がマウンドに上がって4人目、ランナー三塁一塁というチャンス。カープ、平沢がこのボールをしてセンターに打ち返して、これが犠牲フライです。4点目が入ります。4対0。8回のホークスは4人目カープの岡田を攻めてランナー出すんですが、リチャードが打ち上げて、ここはサードフライ、続く三森もバット折れてのピッチャーゴロ、岡田のピンチを招いたんですが0点に抑えます。9回の裏、さあマウンド上には5人目カープ川野がマウンドに上がって2アウトを取った後、ライダーウォーカー、ウォーカーはセカンドゴロで、これで試合終了4対0。今日の3連戦2戦目はカープが取っています。